はい。よしくん。よしくん。ちょっと今ご飯食べてゆっくりしてたところなので、目つきが悪いんですが、体調はね、かなりいいです。はい。で、あれからですね、違う病院に変わりまして、その病院にね、ほぼ毎日今通ってる状態です。はい。で、最初にね、カテーテル入れてもらってたんですけれども、それがちょっとトラブルがあって抜けてしまいまして、でちょっと病院の方にねまたライスくん預けて、で再度ねカテーテルを入れ直してもらったんですが、最初ね通してたカテーテルは細いものだったんですけれども、今回はねそれよりもさらに太いものを通してもらえました。はい。おそらくこれ私の勝手な想像なんですけれども、まあ尿道の炎症の方がですね、少しずつ収まってきてて、で今回ですね、前回よりも太いものを通すことができたんじゃないかなと思っておりますので、うん、で、まあ、先生の方からもですね、このまま順調に回復していけば手術の方は、必要ないかもしれないと、手術が必要ない、自分でまた普通にねおしっこできるような生活に戻れる可能性は、十分にあるよという話をされましたので、頑張っていきましょうと、言われているところですね。はい。でライスくんもね、こうやってカラーを外してあげれば、普通にね自分でご飯食べたりおしっこしたり、まだちょっとね量は少ないんですけれども、そうやってね自分で生活今までのね生活に少しずつ戻りつつありますので、はい、あとは本当に体力が戻ってね、炎症が収まっておしっこが出るようになれば、完全復活という感じになるんじゃないかなと思ってます。はい、まだねやっぱり落ちた体力が、回復しきってない感じでして、こうやってね寝ていることが多いんですけれども、明らかにね寝顔とか見てるとなんていうの、苦しくない、あの頃のね本当に苦しくてどうしようもない感じがね今のライスくんにはないので、私もねすごく安心して、見れるようになってます。はいね。ただね副作用じゃないんですけど、元気になってきたに伴ってですね、元気ない頃は先生とかにも黙って見てもらってたんですけれども、今ね元気になってきたので、だいぶ反抗的にねなってきておりますね。お前助けてもらったんだぞ。にゃあにゃあ、プープー言ってないで。プープー言ってないでな。な。こうやってね、触るとすぐにね、喉をゴロゴロ鳴らすようになってます。いやー、ほんとね、辛い時は全然ね、喉鳴らしたりもしてくれなかったんですけど、だいぶね、ほんとに元気になってくれてまして。嬉しいですね。ね。決して死にかけてふにゃふにゃ言ってるわけじゃないですからね。もう眠くてしょうがないみたいです今は。ね。そんな感じでですね、ライスくんの処置の方は今のところは順調に進んでおります。はい。このままね自分でおしっこできるようになってくれればという感じですね。今、やってもらってるのは抗生物質のね、注射を打ってもらうというのを、まあ、2日に1回とか、この間までは毎日行ってましたけど、明日は多分ね行かなくても大丈夫だと思うので、あさってですね病院に行ってきたいと思いますが、日に日に良くなってくれたらと思ってます。でまあ多分抗生物質の注射打ってますけど、それよりもね自己治癒能力というか、ライス君のね体力が回復していくにつれてね、自分のね体を自分で治癒する能力を高めていってあげた方が回復が早いと思われますので、どんどんねご飯食べさせて、自分でも食べてるんですけどね、必要な量がちょっと足りてないと思うので、ウェットのフードをねシリンジで口に入れてあげてたり、してます。そのかいあってかね、だいぶでもないですけどいくらかねぷよぷよしてきましたので、順調に体型もね元に戻りつつあるのかなとね、尻尾も動いてるしね、調子いいね。じゃあそんな感じで、ライス君のね経過報告でございました。またね何か進展というか、何日かしたらね、経過動画で紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。